トライピンクでしたっけ。はい。子供たちのヒーローにしては随分セクシーな衣装ですね。なんと、それは何かの間違いでは。さすがだぜランゼ、デリカシーのかけらもね。言いにくいことをズバッと言ってくれる。怖いね、天然ってやつは。ねえねえ、その格好でアクションするの。カナダ、お前の連れだろ、なんとかしろや。そうだな。でも最近では普通っていうか、しょぼいならカナダし。そういえば親御さんに正義の前に別の何かに目覚めてしまうとか言われたことが。何をうまいこと。あ、いや、そんなの思い出さないで。わかるわ。わかるな。ユイさん、母音だもんね。反射で物を言うんじゃないよ、あんた。確かにボインボイン的業界からはよく声をかけていただきました。やっぱり。あ、アホ。でも私がなりたいのはそっちのピンクじゃないと言いますか。いやいや、それだって夢を与えることには変わりないよね、光秀。いいこと言った感じでこっちに無茶ぶりするんじゃねえ。でも私が夢を与えたいのはちびっ子たちなんですよ。はい、マイラちゃんどうぞ。皆さんの話はよくわからないんですけど、私はトライピンク、とってもかっこいいと思います。ナイスナイスだお前ユラちゃん。本当ですか。さあ誰かうまくまとめるを。間違いない。ここでまさかのナメローさん、頼みます。ちびっ子がそう言っているんだ、自信を持て。ナメロウさん、嫌いです。あ、そんなつもりでは。ナメロウさん、デリカシーがないですよ。あれ？かっこいいやつですよ。おう、お任せあれ。この星の平和を守るため遠い星からやってきたトライピンク。マジか。